タフガイチャレンジ参加者タフガイチャレンジあるいはタフガイレースまたはタフガイジオリジナルはイングランドのスタッフ,フォードシャーで毎年1回冬季に開催されているエクストリームスポーツイベントである有志鉄線のもとを歩幅前進する参加者アスレチックコースを登る参加者1987年に第1回タフガイチャレンジがウルバーハンプトン近郊 広さ600エーカーのパートンファームで開催された。タフガイチャレンジを創始したのは、ネズミ男のあだ名で呼ばれたビリー・ウィルソンである。タフガイチャレンジは、世界で最もタフなレースと表現される。例年、参加者の3分の1以上がゴールにたどり着けずに、脱落するとされている。この大会が27回開催された後、創始者であるビリー・ウィルソンは、未だかつて彼の意図した要件を、 クリアしてゴールにたどり着いた者はいないと語っている。またタフガイチャレンジと夏季に開催される姉妹イベントネトルウォーリアは過去にそれぞれ1名の死者を出している。タフガイチャレンジは例年凍りつくような寒さの1月の終わり頃に開催される。レースの距離は約1 5トルで約1 0トルのクロスカントリーコースには 約50メートル周期での上り下りを繰り返すスラロームやソンムの戦いを思わせるような泥水の溜まった深さ6フィートの溝などが含まれる。またこれ以外にキリングフィールドと呼ばれる障害物が設置されたゾーンが例年20から25箇所程度設置されている。キリングフィールドには氷水の入ったプール、有刺鉄線の下の泥水をくぐり抜けるコース。 炎の中を走り抜けるコース、泥水で満たされた10から15メートル程度のホラー穴を泳いで抜ける箇所、ロープで編まれた斜面を登るようなアスレチックコース、垂直の壁をよじ登る箇所などがある。主催者によれば、レースに参加する場合のリスクとして、有刺鉄線による列傷や打撲、低体温症、脱水、火傷、感電、捻挫、骨折といったものが挙げられており、 また、高所恐怖症や、平所恐怖症の人に対してもリスクがあるとされている。レースへの参加費用は75ポンド100ポンドである。参加年齢制限は16歳以上で、参加の際にはリスクがあることを了承し、いかなる場合にも主催者は法的に訴追しない旨の制約書へのサインが求められる。例年5000人以上がレースにエントリーし、イギリス国内の他アメリカ合衆国。 フランス、ドイツなど国外からも多くの参加者がある。タフガイチャレンジは2017年大会が最後の公式大会となったが、2019年には参加者1000人程度の規模で復活する予定であることがアナウンスされている。2000年に男性の参加者1名が病院への搬送後に死亡した。死因は極度の低体温症による心臓麻痺であった。主催者によれば、 これはこれまでの唯一の死亡事故とのことである。例年の負傷者は多くの場合同じような傾向を持つ。2009年の例では首の骨折、骨盤の骨折が1名、その縦足の骨折が複数名、そして最も多いのが低体温症で約600名である。ネトルウォーディアは1998年から開催されているタフガイレースの書きバージョンである。 当期とほぼ同じコースで、例年7月に開催される。ありがとうございます。